レンスは来春茶です。今回の動画は三橋養魚場で行われた新春セールのロケ動画を公開します。で、今日行って今日公開です。なのでまたね、明日あたりもセールは続いているので、ぜひね、気に入った子がいた人は遊びに行ってみてください。ということで、2021年の初っ端の金魚屋さん巡りはここの二橋養魚場さんでした。はい、はい、どうでしたか。はい、こんばんは。はい、はい、ん、あ、うん、どうでしたか。うん、ん、あの、今年は初めての金魚屋さんです。はい、うん、また玉サバがたくさんいて見てしまいました。うん、今回もね、うん、あとアルビノも見たかな。アルビノもいたね。うん、うん、そう、で、去年は12月は行かなかったから、うん、あ、そうだったね。うん、うん、約1ヶ月半ぶりぐらいだね。うん、あ、ここね。そう、11月の27日行ったから、うんうん、そう、まあ、多少はラインナップも変わってたと思う。ただ前回覚えてないっていうのもあるんだけど、うん、うん、前回はまた玉サバ買っちゃった時だ。そうだね、うん、玉、うん、善逸、善逸、うん、黄色い、黄色っぽいの、あの、そうだね、うん、透明鱗の、うん、で、今回結構賑やかだったね。うんうん、あの、知り合いの方が何人かいらっしゃって、うん、うん、うん、まあ、みんなそれぞれ好きな金魚を選んでた感じ、うんうん、でした。はい、今年もよろしくお願いします。うん、はい、で、まあ、後半はね、うん、普段は養魚場の池にいるセールの時しか見れない子たちがいるんだけど、そこでは買わなかったかな。割といつもさ、常設の場所にいるところのね、うん、子たちを買うよね。うん、あ、そうだね。なんかセールの方であんまり買ったことないかも。うんうん、前回が何匹か買ったんだけど、うん、アルビノとチョウビとその玉サバが常設エリアじゃね、うん、そう、で、1匹だけセールの東錦黒っぽいやつを買ったんだよね。あの子ぐらいだな。うん、今回のちびっこ軍団をお迎えした。うん、うんうん、去年2020年生まれのちょっとちっちゃい子だから、うまく育ててそれなりの大きさになればいいんじゃないかなみたいなね、うん、感じだね。なんだかんだでさ、稚魚っぽいの買うの久しぶりじゃない、お店で。うん、ヤフオクで買ったりとか自家繁殖させた子っていうのはいるんだけどさ、お店で買うのって結構久しぶりかも。うんうん、まだギリギリ稚魚って言ってもいいぐらいのね、なんならうちのね、5期生よりも小さいぐらいのね、うん、子だったんだけど、うん、まあ、うちのちょっと5期生は成長率が高すぎるね。うん、そうだね。なんか昨日より大きくなったねってな、うん、思っちゃう。なんかそうね、うん、だからね、割と血統がいいかもしれない、大きさは、うん、ね、あとは俺たちがどうやって育っていくからね、うん、伸び伸び大きくなれるように、うん、まあ、いつも通りアルビノがたくさんいますね。はい、はい、うん、で、今日は、うん、お正月というか、お正月の次の日、うん、一応正月か、2日も、うん、まだ三が日まではまあ、うん、お正月だよね、まず、うん、そうね、うん、そう、年末に結構金魚水槽の大掃除みたいにして、うん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 、ちょっとスペースが余ったからね、まあ、この調子で確保していこうかなと、うん、そうだね、そう、うん、ちょっとずつやっていけばいいと思うよ、うん、そうだね、そう、うん、で、この辺はオランダと龍眼と東錦だね。うん、ここもね、ちょっと気になった子がいたんだけど、うん、うん、まあ、今回は見送ったかな。やっぱさ、ここのお店、うん、で、東錦は結構気になるんだよね、俺は。龍眼、うんうん、も気になるんだけど、うん、最近買わないね、龍眼。うん、
なんでだろう、たまたまかな、てかなんか多分自分の好みが変わったんだな、だってさ、ここでよく龍眼買ってた頃ってさ、デメキンとか結構好きだったじゃん、だけど今あんまりヒラヒラ系買わんもんね、ヤフオクでもさ、金魚屋さんでもそうだけど大概丸いの買うよね、丸めの、そうだね、まあ確かに そうだね、あとなんか時期によっても変わるのかな、なんか見るのとか、見る金魚とかもね、そうね、なんか好みも変わるよね、変わるね、まあ人それぞれだもんね、やっぱ自分から見たらね、これはいらないなって思っても、人によってはそれが欲しいよって人もいるわけです。そうだね、なんか私もそんな感じかな、なんか、なんだろう、いつも感覚で選んじゃうから、なんでこんな子がいいのか分かんないけど、なんかいいなって思って買っちゃったりする時もあるし、そう、あと前も言ったけど、やっぱり結構お休みの水槽から一点物を見つけるのが好きだから、でも結構さ、熟練者の方ってそうやって選んでるよ、今日もそうだったけど、すごい熟練者の方がいたじゃんね、その方たちってさ、すごい安いところからめっちゃ吟味して選ぶんだよね、で多分買い込んで仕上げてくんだよ、ああいう人たちは。そうね、いつもお優しいです、あのお二人は。そうだね、いつもお優しい、なんかそんなにさ、熟練者とか愛好家さんと知り合いじゃないけど、数少ないですね、そういう知り合いの人たちを見てると、なんか皆さん安いところからね、めっちゃ吟味して拾い上げて、それで品評会で優勝したこともあるって言ってたじゃん、なんかマルテルさんのね、100円コーナーで買ってね、あのお話は、品評会優勝したって話しましたもんね、あのお話は好き、私、そう、だから、ね、そういうのいいじゃんね、なんか夢があって、お金出せばちょっとはね、高級な金魚買えるけど、なんかね、小さい時からこのちょっとお休みの金魚を買ってね、少し大きくなったのとかで、そうだね、ね、まあその買う目的にもよると思うけど、あ、この子欲しかった子だな、あ、ちょっとね、そう、この白と赤の子もね、気になったんだけど、これは玉サバじゃなくてなんかね、龍剣ほかって書いてあるところにの水槽、そうだったね、でも玉サバみたいでしょ、そうだね、多分龍金の船尾バージョンだね、そうで話を戻すとさ、買う目的っていろいろあるじゃん、例えばもう安くて小さい子を自分好みに仕上げていくっていう時もあるし、親魚を買うって時もあるじゃん、産卵させたいから大きな子ね、そう、例えば片方の親は決まってて、この子を軸にするってなった時に、やっぱその子に合った子って選ぶじゃん、の大きさとか品種とかね、特徴っていうのもさ、黒を出したかったらやっぱ白い金魚は使わないでしょ、極端な話ね、そういう時によってさ、同じ人でも買い方は違うと思うんだけど、俺はさ、割とどっちか極端な感じじゃん、親魚か当歳でこれからってこうね、買うとかね、気になっちゃうたまに。大丈夫、かわいい、かわいい、かわいいね、でもこういう系はいるもんね、白とかね、白この間、お迎えし、まだまだ、そっか、そう、まだ公開はしてないけどね、まあいろいろたくさんいたね、金魚さんが、で、それでお話、ごめんね、お話終わりだよ、あれ終わり、やっぱりあれかな、初日に行った方がいいのかな、こういう制御、どうかな、セールって言ってもさ、なんか普段いる子が安くなるっていうよりは、普段いない子が出てくるって感じ、ここは、
マレテルさんとかだったら普段1000円とか500円になってたりとか、そういう値下げのセールをするんだけど、ここはいない子が出てくる系のセールじゃん、うん、多分だけど、まあ、普段行かないもんってさ、うん、セール以外行かないよね本当に。そうだね、うんうん、だから多分そうなんじゃないかなっていう感じでね、まあ、特にヤフオクでも出品されてるじゃん結構数、うん、そう。でその金魚もさ場合によっては買えるんだけど、それもね別にヤフオクで出品されてる値段と変わらない値段だもんね、うん、お店だからいくらっていうのはないから、別にそういう値下げのセールではない印象がある、うん、ね、うん、でも直接見るといいよねやっぱその写真だけより、うん、そうやっぱ一番あれだよ自分の目で、うん、なんだろう直接見るのが一番だと思う、うんうん、そう。しかもさ、ね、やっぱ宅配便で送るより自分で持ち帰った方が、ねうん、輸送時間が短いからやっぱ数時間後に家に入れるとかさ普通じゃん、うんまあ、特に俺の場合は同じ浜松市にあるから早ければね 3,40 分でもう家に着けるからさ、うん、1時間以内に導入っていうか、ね、袋から解放してあげるっていうのもできるからね。はい、うん、だからね結構いろんな買い方ができるかもしれない。金魚屋さんでもさ基本はヤフオクの全くやってないところ多いじゃん、うん、でもあのアクアプランツピュアさんとかさ、まあ、ここの三橋屋部長さんとかはヤフオクもやってるもんです、うん、なんかちょっと面白い感じ、ヤフオクにいる金魚が直で見れるみたいな、うん、そうだね、うんうん、で今回はやっぱさっきも言ってたけど結構このアルビノこれも迷ったんだよ、うん、アルビノが結構たくさんいるよね、うん、いろんな和金アルビノ和金とか、うん、オランダ、うん、アルビノオランダとか、うん、アルビノアズマニシキ、うんあとデメキン、アルビノデメキンだっけ、うん、そう、うん、とかは、うん、迷ったんだけど、やっぱうちに2匹いるじゃん、しかもここで買った子だから、うんうんうん、結局今残ってるのってあの時選ばなかった子だよなっていうのもあったしさ、うんうん、そんなに時間経ってないからさその 2,3 ヶ月で大きく変わったとも思えないしね、うんなんかちょっとやっぱ同じような子っていうのはなるべく避けるっていうのがあるじゃん、誰が誰だか分かんなくなるしさ、うん、実際にここで買ったアルビノもさ玄関に置いてあるからそんなに見ないじゃん、うんうん、だから今回は厳しめに見て見送った、うん、全然お迎えしたいレベルではあったんだけどねやっぱポジションというかいるよって感じだね、うん、この水泡ガンも良かったんだよすごい、あのねこの子すごいんだよこ の,、うん、この子はマーブル、ね、マーブル水泡ガンっていう名前勝手につけたんだけどさ水泡がね黒とグレーみたいな感じ、うん、マーブル模様みたいで可愛い、うん、可愛かったから、うん、なんかちょっと美味しそうなお菓子みたいな感じになって、美味しそうなお菓子どの辺がなんでもない、うん、この子結構ね指を伏せるとガブガブね、そうなんかそれが可愛かった、うんうん、ガブガブ、あの子もね良かったな本当に、ね、あの子も迷った俺、うん、あの子可愛かったね、うん、なんか一匹だけそのマーブルな感じが出てて他の子はほらこうやって黒いんだけど、うん、そうねそうあの子だけね、うん、マーブル水泡感だったの、うんうん、あちょっと背びれがある子がいる、あそうそうそうこれね、うん水泡町のプペルって呼んでいるんだけどそうね、うん、たまにいるよね、うん、ああいう子ね、うん、出てきちゃうのかねピョンってなんだ、うんまあ、先祖帰りみたいな感じかな、うん、先祖、うんうん、あれじゃん四つ男同士から船尾が生まれるみたいな、うん、金魚ってやっぱ元は湧きんじゃんね船とか、そっか、うん、なんか先祖帰りでなんかちょっと嬉しかったり悲しかったりすることあるね、うん、そうね、うんまあ、でもああいうのを掛け合わせ続けて、うん、背びれのあるセルフィン水泡館を作りたい人ももしかしたらいるかもしれない、うん、先祖帰り狙いで、うん、
そうだね、うん、セルフィン水泡眼ってあんま見ないもんね、うん、いたっけ、どっかにいたセルフィン、あ、ランチューはいるんだけど時々見るけど、うん、セルフィン水泡眼なんて、うん、なかなか、そうだ ね見ないね、うんうん、アスマニシキも何匹か候補はいたんだけど、うん、そうだね、ちょっと自分の中のボーダーラインを超えていたので、うん、予算が、うんうん、しかもアズマニシキうちたくさんいるじゃん結構、うん、そうで、うん、あ、ここあのちっちゃい子、うん、あ、うん、綺麗だったね、ちっちゃいけど綺麗で、うん、だからこそ安かったからね、お迎えした。俺好みってわかるよ、すぐこの黒いの、うん、わかる、絶対買うなって思ったもん、うんうん、もっとね、うん、大きめの子でもいるんだけどね、ここで買った子は、うん、その子も結構将来有望って感じ、うんうん、まださ2021年になったばっかだから、うん、2020年生まれの子って東西って印象じゃん、まだ、うんうん、やっぱりさ、うん、学生時代の名残で4月から3月まではその年って感じしちゃうんだよね、うん、学校と同じで、だからちょうど、しかもさ春って産卵シーズンじゃん、そっから生まれるから、結構、うん、俺の中では3月までが搭載って感じがするな、うんうん、そうだから2020年生まれの子だからまだちっちゃくてもいいかなって思ってさ、うんうん、それはあれね、ここのお店だけじゃなくてね、自分家もそうだし他のお店でもね、まだちっちゃくてもいいかなって思える時期だね。あれで2019年生まれとかになったらやべえぞってなるけどさ、ね、そうだね、うんうん、その辺の、うん、大事だね、生まれて何年経ったかっていうのは、うん、やっぱ黒い水泡眼も可愛いね、うん、そうだね、まあ、黒い水泡眼もいろいろあるよね、マルテルさんでもいたし、うん、その水泡の感じもさ、プルンプルのタイプと結構がっちりしたタイプとさ、うん、硬そうな、今回のなんか結構しっかりした水泡のタイプだったから、うんうん、そうだね、私結構あれ好きだよ、うんうん、はい、この辺もアルビノ種だね、うん、はい、うん、アルビノワキンとか、この辺はアルビノアズマニシキ、あ、ここも買ったな、一匹ちっちゃいの白っぽいの、あれ右のこれこれこれ、うん、ああ、右の、ね、右上の今の、うんうん、これかわいいんだ、うん、ね、はい、アルミのアズマニシキは透明瓶だからね、うん、うん、そう、この間買った大きめのアルビノはアルビノオランダだから普通瓶のアルビノなんだよね、うんうん、そうで今回久しぶりに透明瓶の買ったな、うん、うん、アルビノどう最近、ん、好き、うん、やっぱりなんか透明輪のアルビノが好き、うん、でなんか今日ちょっと気になってる子一人いたんだけど、あ、いたね、うん、あのアルビノワキン、アルビノワキン、コメットじゃなかった、あ、コメットなの、まあ、一緒だけどさ、アルビノコメットとワキンって分かんない、うん、ちょっと尻尾長めだったら、そうなの、タマサバ体型だったじゃん、しかも、うん、ワキンってよりはね出てこないかな、その子、うん、これ気に入った子、うん、予算が合わずに諦めた子、うん、うん、ニハシアズマって顔可愛いんだよね、うん、あどけない顔してる、うん、でもああいう感じの子うちのもいるしさ、うん、まあその子育てようって感じだね、その子500円で買ったからね一匹セット売りだけどね、それは東京のこの子だね、ここここ、うん、ここのね一、うん、人だけね、あのね透明輪っぽい、あ、この子かな、一、ね、人、そう、一人だけあの、うん、前方だけ透明輪の子がいた、前方っていうか前の方だけ透明輪、ね、顔のあたりは透明輪でね、前方後円墳みたいになって前方透明輪そう、前方透明輪の子がね、うん、そう気になってたんだけど、うん、うん、そういう話を戻すとさ、うん、セット売りだけど1匹あたり500円でさ、うん、東京の東錦、東京の愛好家さんがヤフオクで販売してたさ、うん、こうお迎えして今いるじゃん、うん、そう、安いね、そんだけさ500円は500円で1匹、まあ、10匹で5000円なんだけど1匹500円じゃん、うん、
結構大きくてさ、うん、それなりにで可愛くて色柄も良かったからさ、全員じゃないけど、ね、お気に入りの子は、うん、だったから、やっぱ相場ってあるよね自分の中で、うん、ある、このある、うん、例えばさショーツローラーだって割と高めな方じゃん、うんうん、あとは江戸錦とかも割と高めじゃん、ね、で和金とか龍金って安めじゃん、そういうのがあるから、うんうん、この品種だったらここまでとか、うん、なんとなくあるよね。あ、それはね、うんうん、私の中でもあるかな、それ、うんうん、やっぱ一番悲しいのは、例えば自分の中でね60点の金魚、うんうん、例えば玉さばったら60点の玉さばを2000円で買ったとするじゃん、うんうん、でその後に他のお店で、うん、まあ、何ヶ月か後でもいいんだけど、うんうん、80点の玉さばを500円で販売されてた時に、うん、こっちじゃんってなるじゃんね、うん、そうね、相場を知らないとね、相場を知ってれば2000円で60点の玉さばは予算オーバーだってなるんだけど、で500円の80点を待つわけじゃん、金魚巡りしてね、知らないとそういう後悔があるんだよ。そう、なんかもう結構なんかいろんな金魚屋さんとか行ってるし、うん、なんかいろんな品種の金魚をね、うん、やっぱ見させていただいてるから、やっぱり、うん、その あるよね自分の中で、そうやっぱできてきちゃうから、うんうん、特にやっぱ弥富御三家強い、強すぎる、うん、あそこは弥富それぞれじゃん、マルテルさん、マルトシさん、鈴木金魚店の3つってさ、それぞれ個性があるじゃんね、お店の色がさ、みんなそれぞれすごく魅力的なお店で、まあいろいろさあるじゃん自分の中で、ここはこういうのを見るようとかさ、こういういいところがあるなとかね、もちろん二橋さんもそうでさ、ここだからこそのいいところとかね、特徴っていうのあるんだけど、やっぱりそういうの全部踏まえて見るよね、そのお店単体で見ないっていうか、そのお店のこの子がいくらかっていう目で見ない、全体で見る、うん、もう金魚界全体で見ちゃう、ヤフオクも含めて、うんうん、これヤフオクならね1匹あたり1000円だなってなったら、自分の中ではめちゃめちゃ気にしても3000円だったら買わないとかあるじゃん、うん、いや1000円で待てば買えるしってなるからね、その辺もさ結構経験しないと分かんないこととかあるじゃん、あと、うん、やっぱりなんていうのかな、そういうのを決めて買った方がなんか金魚、うん、金魚屋さん巡りも楽しいと思うのね。そうだ、あの例えば欲しいってなったらすぐ買ったりとかしてたらなんかつまらないんだよ。そうだね、うん、自分の中で、ね、そう自分の中でなんかそういうのを決めて、ボーダーとか例えば、うんうん、そうした方がなんか楽しいっていうか、あちょっとこの子残念だけど買えないってなった方がなんかいい、うん、いいっていうのが私もあるかな。実際さ金魚ずっと買ってきて思うんだけど、うん、やっぱり可愛い子多いじゃん、うん、だから可愛いこの値段なら買えるって買ってたら、うん、そうそうそう、キリがないの、キリがないの、なんかね、うん、そうするとね買ってきた時もなんでこの子買ったんだろうみたいな感じになっちゃったりとかするし、うんうん、なんかある程度ボーダーとか決めたりとかして我慢とかを何度かしていくと、うん、すごいなんかちょっとなんだよ、 お手頃な価格ですごいいい子を買えた時の喜びがすごく大きいっていうか、うんうん、そうだねあのクローランダがまさにそうだったから、うんうん、大きなクローランダ買った時そうだったから、うん、そう、うん、金魚値段ってさ他の例えば、うん、お菓子とかカップラーメンとかと違ってさカップラーメン割とそのお店が独断で決めちゃうことが多そうじゃん、例えばさ、ね、カップラーメンだったらさ、うんうんうん、100円だったら安いなって思って、うんうん、例えば400円だったらこれはいいやつだなってなったりするじゃん金魚ってそうじゃなくね、うん、なんかこのお店だとさ例えば丸俊さんだと1000円なのがこのお店は3000円じゃんってのもあるけど、うんうん、結局そういうのを決めれちゃうんだよねお店が、うん、もちろんその仕入れ値とかさ、うん、その人の判断っていうのもあると思うんだけど、その辺をちゃんと見極めるとかね、だからね、うん、なるべくたくさん金魚屋さん巡りした方がいいかもしれない、特に初心者の方は、うん、そうだからやっぱりね
そうずっと金魚屋さん巡りとか、なんかその金魚を飼うとか飼育とかを楽しむのだったら、うん、やっぱりある程度その我慢と自分の中のお約束みたいなのを決めた方が多分楽しいと思う、うんうね、長く楽しめるかな、うん、なんかもう自分のなんか欲に任せてどんどん買ってたりとか、まあ、うん、何でもそうなんだけどね、そうね、まあ、生きていく上で、うんうん、そうだから、うん、なので今日もちょっとあのアルビノの和金だけ米とはちょっとそういうので諦めたっていうか、うん、欲しかったけどね、うん、そうなのでまだ今年の初めて金魚はまだ買ってませんね。今年の初めて金魚はどこのお店のどの金魚になるんでしょうか。新年のクイズ、うんね、自分の中ではここかなっていうのは、うん、多分ここだなって、全然わかんない、ない、うん、ちょっと予想がつかない。俺の中では、うん、ナオミは絶対マルトシさんかマルテルさんだと思うけど。あの宇藤さんとか焼津さんとかも行ってないから、もしかして久しぶりに行ったら、うん、なんかいい子がいるかなとも思うし、うんうんうん、やっぱもう新しい年になったからちょっとまた、うん、ちょっと楽しみかな。そうだね、うん、まあ、これからねまだ2021年始まったばっかだから、うん、いろんな出会いがあるから楽しみだね、うん、その年ごとにさ傾向があるじゃん。今年はブラックコメントだねとか、今年は伊勢川リアズマニシキたくさんいたねとかさ、うん、俺たちも金魚飼育歴まだ今年が3年目だから、うん、浅いっちゃ浅いじゃん。全体で見たらやっぱ何十年って数たちもたくさんいるからね、うん、だからこそ今年はどんな傾向があるのか楽しみだね。そうだね、毎年あるねやっぱりそういうのは、うん、そう、そんな感じでね金魚を迎えするとかね飼育していくのも楽しみながら頑張っていきましょうか。はい、楽しみですいろいろ、ね、うん、というわけで今回は二橋陽一郎さんのロケ動画でした、うん、皆さんもぜひ遊びに行ってみてくださいね、うん、という感じでここまで動画を見ていただきありがとうございました、うん、また明日お会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ。最後は最後金魚新年はい。